新型コロナウイルスのワクチン・検査パッケージは、店など事業者側が客のワクチンの接種歴や陰性証明を確認することで、行動制限を一部緩和できるものです。適用される飲食店では、今後、感染状況が悪化し、緊急事態宣言などが出された場合でも、同一テーブルでの5人以上の会食やカラオケの利用が可能になります。県は明日からニューアイチスタンダードの認証店とカラオケ店を対象に登録の受付を始めます。県内の認証店はおよそ3万店あり、このうちパッケージ制度に登録した店はウェブサイトで公表される予定です。